三島義忠は、日本の工学者、材料工学専攻、日本医療研究開発機構理事長、東京工業大学名誉教授、東京工業大学学長、新エネルギー、産業技術総合開発機構技術、戦略研究センター長、日本金属学会会長等を歴任した、夜勤学者の三島徳七は祖父、武蔵中学校、 高等学校を卒業後、1973年に、東京工業大学工学部金属工学科を卒業し1975年には、同大学の大学院理工学研究科金属、工学専攻修士課程を修了する。その後は1979年に、カリフォルニア大学バークレー工材料工学部、大学院博士課程を修了し、PhD の学位を取得。 1983年東京工業、大学工学博士。カリフォルニア大学バークレー校材料、科学専攻アシスタントリサーチエンジニアを経て、東京工業大学に戻ってきた後は、精密工学研究所助手の後、1989年同助教授に昇格。1997年東京工業、大学大学院総合理工学研究科材料。 物理科学専攻教授2005年東京工業大学評議員、2006年東京工業大学大学院総合理工学研究課長2010年東京工業大学フロンティア研究機構長2011年国立大学法人東京工業大学理事副学長立て続けに辞退した大倉一郎や岡崎県に代わり2012年に 東京工業大学学長となった。2018年に東京工業大学学長を退任し、東京工業大学名誉教授の称号を受けた。2019年国立研究開発法人、新エネルギー、産業技術総合開発機構技術、戦略研究センター長、戦略的イノベーション創造プログラム第2期材料、開発基盤分野、 統合型材料開発システムによるマテリアル革命プログラムディレクター文部科学省科学技術学術審議会会長代理2020年国立研究開発法人日本医療研究開発機構理事長国立大学法人一橋大学社会科学の発展を考える円卓会議アドバイザー専門は材料工学で日本鉄鋼協会理事 日本金属学会会長、文部科学省大学入試のあり方に関する検討会議座長、文部科学省大学における工学系教育のあり方に関する検討委員会、副座長、文部科学省高等教育段階における負担軽減方策に関する専門家会議座長、経済産業省産業構造審議会委員等も務めた。ありがとうございます。